音声ガイドとか手話通訳とか触れたことがない人たちになんだかよく分かんなかったとかっていう風になんないかなとかいろいろ心配してたんですけど、なんか全然そんなことなくて、感想を伝えてくださった方なんかには本当心に届いたんだなっていうのを実感できたので、この作品がいろんな人の支えになったり背中を押したりする作品になったらいいなって。手話をどうやって音声にするんだっていうところで、本当にこういきなり迷路にこうラビリンスにそう連れてこられた感じで、でもなんかそのラビリンスをこう迷ってる道中をみんなでワイワイガヤガヤなんか楽しくできて、一つの可能性としてこの映画がなんか生まれて、受け取ってくれた方のね感想で僕らが何をやってきたのかっていうのがようやく僕らも知ることができたので、うん、なんか良かったですね。聴覚障害の人たちの手話っていうものを、聞こえない人たちの世界を見えない人たちにも伝えたいっていう思いがあって、その思いがすごく大事だっただし、それにみんなが答えたことが大事だったので、出演者がこんなに動き回ってるお客さんも動き出したら大変なことになるなってね、ムーブメントが、ね、やっぱ平塚さんが信念を曲げないっていうか、う、ね、業界がいろいろ抱えてる問題っていうのは超えられない壁がやっぱあるっていうのはそれ間違いなくあるんですけど、その方法ってなんだろうって考えた時に、やっぱ今回の答えとしては 100% その先にある人、誰のための何のための努力なのかとかコンテンツなのかっていうのをブレちゃダメなんだなと思ってて、やっぱり見えない人に手話を届けるって相当ハードルの高いことだし、本当にその見えない人が求めてるのかっていうところまで僕らもみんな考えて、でも自分たちに置き換えた時にやっぱ知れた時に喜びがあったから、とにかく届けること、受け取った人が第一なんだっていうのがすごい平塚さんの方針だったから良かったのかなと思います、意外だったのは、一般の人たちがこの場所に来て見えない人はイヤホン、あの音声ガイド聞けば絵が見られるんだとか、盲導犬はどんなに爆音が鳴ってても静かなんだとかなんかそういうことをこう知るきっかけになってたり、交流が生まれてたりっていう、いろんな人が安心して楽しめる空間っていうのを一般の人々もすごく大事にしてくださってるっていうのが実感としてありますね。こういう取材とかいろいろなところで媒体で出るときに、日本で唯一 のユニバーサルシアターって出るじゃないですか、もう6年やってて未だにそうなんですか。未だにね、だから全作品見たようの作品まで自分たちで作ってまで全部対応させてるっていうのはそ, れそんなね頭のおかしい人たちは私たちしかまだいない。 そのすごさがそう、ね、伝わってないっていうか、うん、なんか興味持ってる人はきっといるんですよね、そんなに音声ガイドを使ったことがない人たちが関わってってるんですよ。そう、音声ガイド聞き慣れちゃってたり、いつもモニターやってたりすると、音声ガイドとはこういうものっていうのが邪魔しちゃうと思ったんですよね。これは本当になんていうのかな、チャレンジングなプロジェクトだったので、そこが白紙の状態から入れる人の方が良かったっていうか、はい、ジャーナリストの伊藤しおりさんが僕の断片ドキュメンタリー撮ってくれて、でそこにしおりさん自ら音声ガイドをつけてくれて、でそれが初めてだった。でそれ以外の音声ガイドでは聞いたことがなくて、完成したものを、はい、見た時に、はい、短編のドキュメンタリーようこそ舞台手話通訳の世界、はい、に音声ガイドをつけるっていうのは僕らが取り組んでたプロジェクトだったんで認識してたんですけど、はい、あ、そうか、心の通訳者たち、長編のドキュメンタリーにも音声ガイドつくんだっていう当たり前ながら、はい、でそこが抜けてたんで、はい、この映画初めて見た時に音声ガイドを聞いて、はい、あ、これ今どこの何を聞いてるんだっていう、はい、またラビニスに連れ戻された感じそうだったんだ最初、一番最初は、そうそう、でも多重に本当レイヤーがすごい重なり合ってる映画 で音声ガイド付きで見るとさらにもう1レイヤー増えるんで、なんかこれはね、見えない人だけが音声ガイドで聞くんじゃなくて、見える人にもね、ぜひね2回目3回目は音声ガイド付きで見ていただくと、
さらに一個深いところに、そうですね、行けると思う、平塚さんとの出会いもあったので、はい、心理マッチ吹きができた時から少ない回数ですけど聞きに来させて見に来させてもらってて、その時にやっぱりその重要性っていうのはすごく感じたんですけど、2回目にまた上映会があった時に僕のラジオだけが入ってなかったんですよ。で頑張ってもなんか入れることができなくて音が出てなくてしょうがないやと思って、今日は音声ガイドなしで普通の人たちと同じように見ようと思ったんですよ。そしたらあれ音声ガイドっていつ入ってくんだっけっていうか、あれうちらが作ったのって流れないんだっけみたいなくらい、なんかずっとこう普通の映画が上映されてて、一回あるのを知ってしまうと物足らなさっていうか情報の足らなさを感じちゃう。音声ガイドをちゃんとつけられました、めでたしめでたしってなるかどうかもわからないまま、ならないと思ってましたねゴールがなかったんですよ、ゴールがないって。そうそう、だから白井さんがね作ってくれたイメージソングの勇気の歌の、ラップのパートを僕歌詞書いたんですけど、その出だしが海図、海の地図ですね、海図も持たず合図も待たず、とりあえず僕らは、汗をこぎ出すか、もうまさにそれなんですね本当にとにかく分かんないことは自分で想像したって間違えちゃうかもしれないから、分かんないことは聞くっていう、答えがないものはみんなで知恵を絞るみたいな、みんなで考える、で知らないことは知らないっていう、教えてもらうみたいなことが、特に今回のその聴覚障害視覚障害でお互いの知らなさ加減っていうのも出し合うような機会もなくて、でもなんかこう問題が起きたからそれを考えるにあたって出さざるを得ないっていう僕多様性とかダイバーシティ考えるときに、イソップ童話の、鶴と狐のお話があって、お互いにこう食べられない、飲めない皿で料理を出して、あれはもともと意地悪な話なんですけど、でも今の社会、自分が視覚障害者になってみて、その意地悪じゃなくて無意識に自分たちが食べることができないお皿で料理が提供される、まあ例えですけど、で自分ももしかしたら無意識にそれを誰かにやってるかもしれないっていう。で今回映画をやってる時そのイメージずっとしてたのが、じゃあどうやったらみんなが美味しい料理を同じ食卓で食べれるんだろうっていう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。制作チュプキ。東京田端の商店街にある小さな映画館、シネマチュプキ田端。青い手書き文字の看板。見えない人、聞こえない人、小さな子供を連れた人、誰もが安心して楽しめる日本で唯一のユニバーサルシアター。受付でお客様と話す代表の平塚さん。この映画館にちょっと難しい相談が舞い込んだ。舞台で役者のセリフや感情を手話で表現する人たち、舞台手話通訳者。聞こえない人のための手話表現をどうやれば見えない人に届けられるか。視覚障害者の難波さんが耳を澄ます。ただ通訳しているっていうことの延長なんだとしたら、ろうの方が分かればいいわけで。全盲の白井さん。どうやってその役者さんの平塚さんセリフを手話表現で伝えようとしているか。手話の場合は目に見える形でリモート会議、銃から拳銃から弾丸が要は放物線を描いて飛んでいく。ここめっちゃこんなん大変やって。舞台手話通訳者の水野さん、笑う石井さん、ターネットの広川さんが手話で。音声は同時に聞こえていって、それを把握することができるっていうことなんですか。見えないとか聞こえないとか関係なしに、ちゃんと人が大事なものをバトンつないでいけるんだっていうことの証明にもなるんじゃないかなと思っていて。結果は気にしない、かっこ笑いと筆談。嬉しい。手話をしながら笑顔、 V サインする広川さん。心の通訳者たち。雨の通り、 What a wonderful world。 盲導犬ピースと音声ガイドプロジェクトメンバーたち。